そうかそうか。まあコーディなんて今シーズンすごい注目されたよね。そうだね、コーディとラシードか。そうだね、うん、あれ強くなったわけじゃないのかな、相対的に強くなったって感じなのかな。コーディ、うん、コーディは強化もらってたような気がするな。ナイフのしゃがみ台パンかなんかが強化入った気がしたんだよな。うん、ただまあどっちかっていうとやっぱ上が落ちてきて目立ってるっていう感じ、ね、あ、やっぱそんな感じなんだ。うん、まああるあるですよ。その歴史をずっと繰り返してるんでこのゲーム確かに最初に頂点に君臨したのはチュンリーだったんですけどね。あ、そうだね、その昔神話の時代はい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 、うん、でも全てをもがれたんでしょ。全てをもがれて、全てをもらわれてでもだいぶ帰ってきたね。だいぶ帰ってこれてるね。あ、そうだね、竜とか剣も最初は強かったけど、うん、てかそのファースト初代の時に強かったキャラで今最強クラスまでも、うん、帰ってこれたのは多分チュンリーだけだね。あ、でもチュンリーはもうそこまで登ってきたんだ。強い、多分五強にいてもおかしくないぐらい強い。いや、ちなみにさ、うん、ちゃんちょっと聞きたいんだけどさ、うん、チュンリーってシーズンはすごい強かったでしょ。そう、でもさ、チュンリーがすごいでっかい大会を勝ったっていう俺印象がないんだよね。まあそうだね、うん、それってでもそのチュンリーってちょっと一個前のシーズンぐらいもうそこそこいい位置にいたじゃない。はい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 、一時期は藤村くんがメインにした時もあったでしょ。また今回戻ったけど、うん、そうだね。なんか結果を出せないっていうか出しにくい理由ってあるんですか、あのキャラ。いやー、たまたまじゃねえかな。でもたまたまにしては回数が多いよね。特にシーズン1の時は本当に、うん、最強キャラだったんでしょ。最強キャラだったって言っていいと思うんだけどね、初代はね。まあめちゃめちゃ強かったと思うけどね。あ、そうなんだ。うん、ミカとかの方がやっぱり活躍してるような印象が、うん、まあミカも強かったね。ただまあ結局使い手、うん、の問題はまあ絶対無視できないよね。あ、そう、うん、使い手にも恵まれてるような気がするんだけど、藤村、まあでも熟練度がそんなに藤村とかもないじゃん。ずっとチュンリーだったわけじゃないし、うん、だから初代の時になんか使う人が使ってればっていう可能性はあると思うけどね。ああ、そう。スタートエボーイ君はすごいあれだったと思うけど、どうなの。まあ優勝はしてないけど、でも確かエボーはトップ8にいたよね。ないだっけ、3位か4位ぐらいまで行ってたんじゃないかと。カップカップも確か結構上まで行ってた気がするけど。梅ちゃんの中で彼は勝負あんま強くないってイメージある。勝負強くない、ああ、いや言いづらいか、いや言いづらいかっていうか、いやまああんまり、いや大変な話は、でもあんまり確かに大会トーナメントで勝ち上がってるっていうイメージはないね。サードの時はね、すげえ勝ってたけどね。そう、サードの時めちゃくちゃ勝ってたから、うん、緊張とも無縁の人なのかなっていうイメージがあったのを、うん、いや多分彼が引っ張っていかないと、まあ、チュンリーの代名詞みたいな人だから、まあ、今サンちゃんとかね、うん、すごいけど、そうなんで、あんまり、このキャラって俺もサバイバーやって対戦してすげえキャラ強く感じるけど、マジで大会勝ってる印象ないなと思う。まあでも、うん、まあたまたまっつうか、その特別な理由はないと思うけどね。ないか、う